こう止めたねと。こっから、ややもうちょっと下がってもらっていい、帯の高さぐらいで相手を止めれたら、起きればいいね。起きればいいです。そしたら、これで相手困っちゃう。で、やってもらっていい？絶対やっちゃダメなのがエビです。ただ相手足握ってからエビしてもさ、どうせ入んないじゃん。エビしていいのは、ここで進藤さんが両手離して、俺の両手ほい離して、俺の首と脇すくってきて。この時だけ。この時は足入るから。相手が手を俺の足離して、上半身に変えてきた時には、そう、ありがとう。その時は、エビして隙間すくって足入れれば入るわけよ。だけど相手が足握ってるのに、エビしても疲れるだけです、下の人が。だからやっちゃダメです。やるだけやっていいけどね。で、先に、どうしようかな。でね、起きるのがね、すごい難しいらしいのよ。で、ここから、こうやって起きる。これが難しいらしい。で、絶対こう起きない。とにかく転がってほしい、転がる。で、今ここに線があるよね。で、この線のこっち側に体があるように起きても、これはもう押されたら、やられ、また潰されるんで、この線を越えてください。越えましたね。そうすると起きれます。いいですか。もう床を見てくださいね。そうすると起きれるから。だから、膝も膝が天井向いてるっていうのもありえません。相手がパスしに来てるから膝倒れてると思うんだけど、相手がもしこっちに倒し、こっちから来てるのにこう倒したら別にこっちに起きればいいんで、それは問題ないんです。でも今は分かりやすいからこっち、自分が行く方に倒してあげて、でこうこれで止めてたら、これで起きる。で、止めた。必ず一回上を見てください。ずっと相手の方を見てるとなんか起きれません。より言うと、だから俺のこの正中線があるでしょ、あんまり右側に ついても起きるのに邪魔になるんだよね。より言うとね、めっちゃ反らして背骨合わせてみようか。こう背骨合わせたね。横向ける。こっからちょっと反らして、この背骨よりちょっと後ろぐらいに床つく、肘つくと起きやすいはず。分かる。やってるから、この丸まって起きよう。これありえない、多分構造上無理。できそうだけど無理。できそうだよね、だけどすごい無理なの。やってみれば分かる。これが一番簡単なはずなので、もう一回、こっち見えない。相手が、でもこう結構、止める、これなら大丈夫で、こっから足と腰を固定して肩を動かしてね。で、肘ついてまた足と腰を固定して肩を動かしてほしい。これでまず起きれるかだね。結構これ、ありがとう。結構これが難しいらしいね。だから起きるっていう、体を天井に近づけるイメージではない。決してこうではない。いいですか。右に転がる場合、左肩が右肩を一刻も早く追い越すというか、超える。それは低い位置で構わない。低い位置で、これを上げて、この左肩を天井に近づけることではないんです。左肩を低い位置でいいけど、右肩を越えさせるように動いて、そしたらこれで起きれるから。分かるから。ちょっとやってもらっていい？